ランドセルはじゃあ今どうなったかというと、半年、小学校1年生で半年です、ね、これカバーつけてピカピカなんですけども、土屋カバンさんのランドセルまだ大事に使ってます。半年では全然ね、結構重たいのを毎日ね1キロ半ぐらい歩いて行ってますけども、これね、ここにぶら下げてるのがこちら防犯ブザ、そして交通安全とね、ホワイトタイガーのキーホルダーね、これ宝物ですよね、うん、ね、しょうちゃん嬉しいね、好きだね、うん、大事に使ってますよということで、あとは、まあ、ちょっと見ようかな。まあ綺麗です、重たいね、丈夫なランドセルです。ちょっと開けてみる。教科書いっぱいだね、教科書ね、これ小さい体でも、ちょっと待ってね、お名前が書いてあるのでね、時間割りこんな感じです。5時間目までかな、先生の時は。この辺も教科書たくさん入ってるんですけどね、ちょっとお名前が書いてあるので、ここは伏せとこうかな。うん、これね、縫い目も丈夫ですごくいいです。じゃあいっぱい虫が取れますようにはなりました。6月末にね、オス3頭生まれてきたんですけど、羽化したんですけども、そのオス3頭に対してですね、メスをお母さんがママが捕まえてきて入れたんですね。で、まあカブトムシ全部死んじゃって、で見たら、卵を産んでてですね、それが今幼虫になってます。で、マットを入れて、このままね、春ぐらいまで、入れておいて、まあたまにマットはね足したり交換したりしようと思いますけども、ということで、はい、幼虫20頭くらいここにおります。これどう？金魚3匹取ったよ、よかったね、あーよかったね、夏祭りの金魚はね、まだこれ生きてます。で、デメキン、黒のデメキン、実は真っ赤っかになっちゃったんだよね、うん、で1匹の黒いデメキンは早々に、お亡くなりになったんですけど、もう1個リュウキンもね、こんな感じで銀が出てきました。これデメキンなんですけど赤いです。大きい黒いデメキンってなかなかいないんですけどね、まあなんか明るいところで買うとこうなるとかね。でエアポンプとかね使ってないですね、前それでお祭りのやつね買ったんですけど、なんか具合が悪くて、まあこれで2匹でしばらく生きてればいいかなと思ってます。未確認動物ユーマの謎、はい、今日は未確認生物ユーマの謎の本と図鑑とチョコエッグを食べたり紹介したいと思います。イエーイ、ちゃんとできるかな。うん、これね、まあ、ちょっと出たばっかりの本でチョコエッグキッズとコラボしているということでね、お風呂が沸きましたね。はい、ユーマ未確認生物大百科っていうのとチョコエッグが沸きました。ね。お風呂にユーマがいたら、ちょっと水だけ買ってきてね。怖い。うん、そうですね。光るよ。光る？うん、書いてあった。じゃあ開けてみましょうか。うん。こっち。おお、被った、ちょっと。全部被った？え、被ってない。一つだけ被ってない。チュパカブラとこれクラーケン。あ、本当？タコとタコ。正解、すごいすごい。クラーケン。お、クラーケン。あ、何？あれ？取ってる。
かぶった2つ。3つ買って2つかぶった2つかぶったの。うん、これがね、チュパカブラ。うん、南米の、で、これがコラーゲン。クラーゲン。あ、コラーゲンな。コラーゲンってなんだ。うん、ちょっと置いてみようよ。うん、あ、ここにチュパカブラって書いてある。うんうん、なんだ。すごい。10種類です。ちょっと待ってね。うん、シークレットがなんか謎の3人組みたいなやつね。うん、3人だね。うんうん、さっき私見たんだよね。うん、後ろになんか書いてあるけどね。うん、はい、サンドドラゴン、イエティ、チュパカブラ、ネッシー、タッチェル、ブルム、ツチノコ、うん、下の段、バオクジ、クラーケン、スカイフィッシュ、フロッグマン、フロッグマン、シークレット。